ちなみにこの方はですね、去年末ですね、11月か12月かと、ちょっと忘れましたけども、ギガント1回されてます。だから、自家復元作業としてあと、多分、延べにして1ヶ月、2ヶ月ぐらいでしょうかね。だいたい約2ヶ月、2ヶ月ぐらいで、延べ日数がちょっとわかんないんですけど、2ヶ月ぐらいの間に何回かやった。で、今私がこの意識っていう字と、この方の自我っていう字ですね、見ますと、面白いことに、これ何度か私遭遇したんですけど、前に書かれてる字と違うところが抜ける場合ってなんです。例えばこの方の場合、前はここの線入ってたんですよ。前は入ってたんですけども、その分全体にちょっと弱い感じだったり、歪んでたのは、今回はここが抜けるんですけども、ここはしっかりするっていう、なんていうか、自我判定の結果そのものはそんな矛盾しないんですけども、抜ける部分が違ったりするんですよね。で、変形の形の、変形の仕方が違ったりする。でもまあ結果的にはね、前より落ちるってことは、基本的にない、原理的にはないんですけども、だからその矛盾はないんですけども、鑑定結果に矛盾は出ないんですけど、字は変わっちゃうことがよくあるんですよね。二度目判定するっていう、判定すると意識っていうとか字がっていうかなり変わることがあって、今回この方も変わってるんです。で、変わった結果ですね、変わった結果から判断すると、まずこの4分の3という地点はこれはありえないとして削除します。じゃあ次にですね、この8分の5っていうのがあるかですね。8分の4だと2分で、8分の5がハテナと。こうやって見ていくわけですね。それとも、12分の、これなんだ、12分の7であるかっていう感じですね。で、雰囲気的に例えば3分の2、この辺のどこかにこの方がなると思うんですよ。まず4分の3ってことは、まず除外したのはこの4分の3、見えますかね、4分の3っていうこの時計でいうと9時の方向、ここまで復元はこの方されてないです、文字から判断すると。で、3分の2、これもないです。3分の2ってこういう感じなんですよね、ここまで復元されてる場合、3分の2復元、これもありません。で、これなんでないかっていう判断してると、判断してるかって言いますと、前に言いましたけど、天秤ありますよね。天秤ばかりっていうのがあって、こっちにこう、荷物を乗せて、こっちに重りを乗せていくと、こう、重りを乗せていったときに、私がここに乗せてる重りっていうのは、これは3分の2の重りを乗せたり、あと1%乗せたり、2%乗せたりするわけですね。金属片を乗せて。で、こう、釣り合いを取れて、あ、ちょっと行き過ぎたと。で、こういうふうに傾いちゃった。で、重り取ったら、ちょっとまたこういうふうに傾いた。この意識の中で天秤ばかりみたいなことをやってるんですよ。それで違うものを除外してってんですよね。違う感覚の下の。これ3分の2じゃない。この人4分の3でもない。そうすると残るのが8分の5。8分割したところの1、2、3、4、5ポイントまでいってるか、もしくは12分割した12分の7っていうポイントまでいってる可能性があります。さて、このどっちかなんですよね、問題は。8分の、まあ大体こうやってもう当たりはついてるんですね、この字から判断した場合に。希釈率ってのは分かりかけてるんですけど、細かいところはここから分からないで、ここからの時間かかるんですよ、ものすごく。場合によってはここから20分以上かかることもよくあります。で、その部分だから端折ります、これから。だらだら見せてたら15分に収まらないんで、ここで一旦切って、この結果が出るとこまで一回ビデオ飛ばしますね。今ちょっとやって分かったこれがあります。私がさっき触れた現金書きの袋っていうのがですね、今年の1月の初めなんですね。4日頃のもんなんですよ。で、どうもね、私が書いた字って、1月4日頃のこの方の自我の状態に、ちょっと、そこあたりかなって、現状の現在1月の終わりなんですけども、1月の29日のこの人の自我の状態じゃないなっていうふうな感じがしたんで、筆跡をちょっと、この方の筆跡を重視しないで、この方の現状のもう一回見直してみますね。で、こういうことがあるからまた時間かかるんですよ。で、結局ですね、おそらく一番正しい、なんていうか、焦点を合わせる方法は、注文をされますよね。注文されるときに皆さんが、自我判定よろしくお願いしますって言って、住所、お名前書きますよね。で、その時点では、その最新の筆跡っていうのはないので、何が手がかりになるかっていうと、自我復元を、してる人は、してない人はね、ちょっと難しいんですけど、まあ、してる人ですね。してる人で、こう、その中に、
復元してってる作業のその感想とか内容が書いてあると、それをプリントアウトしてですね、それに触れた方がむしろ分かるような気がします。で、今ちょっと強引にですね、この方からまだご注文を受けてない人をわざとサンプルでやってみたんで、もう一回ちょっと仕切り直してやります。現在のこの人ですね、時間がちょっとずれますね。やっぱり1月の4日のこの人の字がじゃあ、さっきの字になるんで、もう一回やり直します。現在の1月29日のこの人の自我の状態をちょっと見るように調整しますね。そう変わらないんだけど、ちょっと変わりますね。そう変わらないんだけど、さっきよりちょっと変わる。原則そうは変わらない。ここはどうなるかな。あんまり変わらないですね。やっぱり変わらないのか、そんなに。わかりました。やっぱり、1ヶ月ぐらいの自我復元だと、そう極端には変わんないってことですね。数パーセントって感じですね、これ。で、もう一回やりますけども、ですね、さっきの感じだとですね、58%は言ってないんですよ。58%は言ってない。58%何かっていうと、これは、12分の7だった場合。時計で言うと、12分割して、だから、7時ですね。時間で言うと、時計の針で言うと、7時のところに来てる。7時のところに単針が来てる場合。つまり、こういう復元率ですね。円グラフでやると。この58%までこの人が来てるかどうかっていうのを今、測りにかけてるんですが、ここまでは来てない。だけど、50%ではないんですよ。50%ではなく、58%ではないっていうことで、この中間を探っていかなきゃなんないんですよね。で、今、だいたい探り終わったんですけど、50ね、4から55。56いってるかどうかっていうと、57。ここからもパーセンテージ、パーセント単位で、測ってます。この人の自我の、分割率というか、希釈率ですね。一応出ました。ものすごい細かいところが出るんですよね。54と54の、53の間。だから、極端に言うと53.5%みたいな、そういう率なんですよ、この方。で、54まで行ってるかなーっていうと、ちょっとまだ行ってないんですよね、54%までは。だから、53%は確実に超えてます。53%超えてんだから54まで行ってない。だから53.8とか7とかね、ほんと、まあ、こんな極端な細かさなんですよね。で、人によってはこういう細かいものではなくて、さっきみたいに8分の3とかですね、8分の、なんだ、8分の5とか、そういう分数でぴったり割り切れる人もいるんですけども、この方の場合では違います。よく見て54%。でも53は確実。54までちょっと手が届かないかな。でも53以上、54未満。ということになるわけです。この自我の意識の字から見ますね。で、これが今回の結論です。だからこの人は3%から4%アップしてるってことですね。昨年よりか。で、結構大きいんです。この3%、4%って、すごい小さいと思わないでください。決して小さいとは思わないでください、そのパーセント。例えばですね、地球一周が100%だとして、じゃあ1%の距離ってどのぐらいの距離かっていうと、もう国が違っちゃいますよね。100分の1、地球の円周の100分の1ずれたら、違う国に入ったり、違う気候の土地に入る、そのぐらいの差があるんですよ、自我の復元っていうのは。1%、2%でも侮れないんですよね、その変化っていうのは。まあ、それをまず念頭に置いといて、たかが3%とか4%とか決して考えないでください。かなりの復元率です。3%、4%は。で、カルテができてるわけですね。皆さんの全部。60人分全部、どういう文字を前に書いたか。で、何分の、
どういうふうに判断したかがここにあります。で、一応伏せ字にしてありますね。テープ貼ってあって。で、前のこの方のがっていう字がもっと歪んでたんですよね。で、今回不思議だったのは、ここの棒が入らないんですね。あんまりちゃんと。どうでしたか？それか。雰囲気は似てるんですけど、この歪みがこう伸びてるところが縮まってます。ちゃんと前は伸びてた。で、点はだ、同じかな。ここの丸さ、ここの丸みがなくなって角張ってちゃんとしてきてるんです。で、一番大きな変化は、意識っていう字が確かにこう上下がずれて、少し上と下がおかしいんですけど、前はこの方ね、意識っていう字書いた時、草書体しか書けなかったんですよ。で、楷書体の意識っていう字が全然書けなかったのが、今回書けるようになってるんですよね。ただ、書けてるんですけど、歪みがある。ということで、これ、今改めて見ると、前がこの方、2分の1だったんですよ。約50%。約ですけどね。50%字画と今回の意識っていう字が、曲がりなりにも楷書で書けたということと、この自我っていう字がですね、前はね、典型的な2分の1の漢字のこう、歪み方してたんですけど、これが、やっぱり整ってきてんですよね。角張って整ってきてるんで、やっぱりこれ、もうさっき3%って言ったけど4%ぐらい差し上げてもいい感じですね。だから、こうやってですね、最終的にはこの方は、前は約50%だったのが現在54%ぐらいになってる。ってこう言いながら自分で本当にこれでいいかなって、なんていうか自問してるっていうか、まあ、自我を判定するある測りが私の中にあるんですけども、基準っていうのが、それと照らし合わせて、言っちゃっていいのかな、54って、果たしてこの方に言っていいんだろうかっていうふうに今、咀嚼してるんですけどね、感覚を。するとね、こう咀嚼すると、いや、言えないんですよね。だから、こう、ギリギリのことになってきて、54%とは言えない。でも53%は絶対に言える。だから、この方の場合、53.7とか、8とかですね。まあ、53.7ぐらいですね。ここまで細かく分かる場合ってあるんです。この方の場合、分かりやすかったんで、分かります。で、分かりにくい人だと、大雑把に6分の1ですか、7分の1ですってこともかなり多いです。で、この方、珍しく、結構細かいところまで分かって、まあ、53から54の間、50、もしシビアに言うと、53.7%の自我率ですってことになります。で、こんなことをですね、今、結構、はしょってやりましたけども、こんなことが30分、40分、ずっとかかるんですよ。で、その間、今、ガンガン私、ものすごい勢いで喋ってますけど、黙っちゃうんですね、その数十分の間っていうのは、ほとんどこう、数字をあちこち書いたり、別の数字とか、別の図形を書き始めたり、別のこう、いろんなものを書いて、やっていくわけです。だからそれを収録することをとっても15分じゃできないんで、こういう作業をしてますってことを一応お知らせしました。今ものすごい途中を省いてますけど、これを、まあ、30分40分かかることも、ま、よくあるんですよね。はい、以上です。何の説明か分かんないですよ、このビデオ。外人さん見たらさっぱり分かんないと思いますよ。まあそういうことです。はい、乾いたかな。